まして、高根カントリークラブ所属久保克実選手になっております。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いいですか。そのまま、はい、終わりです。ありがとうございます。今日振り返っていただいていかがでしたか。はい、そうですね。まあでも、最終組で優勝争いで回ってましたけど、自分の中ではとにかくボギーを打たないように、ボギーを打たないようにと思って、まあ崎山がバーディー取ろうが、ね、ドハンシャがボギー打とうが、自分はボギーを打たないようにと思って、コツコツ自分のプレーに集中して、で13番でね、ちょっとボギーじゃなくてダブルボギー打っちゃいましたけど、まあ、その時でもね、やっぱりこうとにかく1打でも少なく、1人でもやっぱり順位をこうね上にと思って、やっぱりコツコツ自分のプレーに集中最後までできたのが良かったんじゃないかなと思います。今年還暦を迎えて、はい、還暦を過ぎての印象は、はい、強い若手もいらっしゃいますが、はい、いかがでしょうか。いやそれも僕には優勝の縁はないと思ったんですけどね。もう宮本くんだ、藤田、手島、ね、谷口とかも片山くんなんかもね、今回来てて、もうそういうレギュラーでも何十勝もしてる選手たちが、こうしかも若手がどんどん入ってきて、もう自分で60にもなって飛距離は落ちるわ、やっぱり精度は悪いわね。まあでもそういう中でやっぱりこうコツコツ諦めずにやってきたのが良かったのかなと思いますね。はい、じゃあ最後にファンの皆さんに一言お願いします。はい、これからもですね、シニアの選手として、シニアツアーを盛り上げていくように頑張ります。よろしくお願いします。